はい、どうもヘルザレットです。それではコントロールやっていきましょう。こちらはそうですね、今月14日に出たゲームで、アクションサスペンス、あとはミステリアスホラーと結構ジャンルが多岐にわたったゲームとなります。まあ基本 TPS、 あのスプラみたいな感じのアングルのゲームなんですが、超能力、銃を駆使して、やっていくというゲームとなります。まあまあ、早速ですね、やっていきたいなと思います。さあ、新しいゲームということで、そうだね、明るさはちょっと見やすいように上げちょきましょうかね。うん、スピーカーで、表示言語は日本語、オーディオ言語は、まあ、英語でいいか。字幕は分かりやすくありにしときましょう。では新しいゲームをスタート。いやー、どんな感じになるかな。このね、オープニングからあるうねうねもちょっと気になるんですけど、基本的操作に関しては FPS に近い状態かな。まあそんな感じだね。 This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me.So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing.It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie.What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves.The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster.And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? さあ、ということで、主人公はこの女性、ジェシーですね。まあ最初はチュートリアルかなという感じなんだけど、まあやっぱ綺麗だね。意外としかも動きも早いしね。このさあさあ、ちょっと探しますか。受付誰もいないっていうね。ああ、意外と早いね。
普通に通れると。なんか動きの感じがちょっとバイオっぽい感じだね。ちょっと感動は結構それなりに方向、まあ、これでちょっと慣れてみようかね。いや、なんか触れるところは丸いのがつくね。四角で反応と。収集物を開く。収集物。ああ、謎解きもやっぱあるんだね。武器、ポケベル、パソコン、スマートウォッチ、フォン、ゲーミングデバイス、スマートという名のつくものと。まあ、ちょっと僕たちの生活と変わらない感じだね。じゃあいいかな。特になさそうだし、行こう行こう。ああ、やっぱ FPS 系だね。しゃがみは？あ、これジャンプ。うん。特にしゃがみは使えないと。いいな。探しやすいのは楽だな。収集物。エグゼクティブセクター、第二四半期と。人件費調査機。この消えてるのが何かっていうことか。この紋章。夢にも出てくると。これも関係なしと。左は先に部屋行けそうだね。トイレか。まあ、特に落ちてるとかはないね。なんかトイレにアイテムって結構いろんなゲームのシリーズあるからね。テイルズだとなぜかグミが落ちてるとかね。よくあるんだけどね。おお、しゃがみは後か。ここはガラスか。特にアイテムはない。怪しいものも。さあ、これはサメが彼の何のにもにゃんだもにゃ幸運を祈ります。うん、ほとんどだね。あれは謎が解けていくと文字が増える感じかな、もしかしたらね。いやー、だいぶ雰囲気的にはホラー寄りな感じのゲームになってるんだね。鼻歌聞こえた。これは R4 か。ご存知の通り R4 レポート提出期限今週末と。まあ FBC という組織の書類関連か。誰？いたね。めちゃくちゃいい声で歌ってるね。アイディアーってすみません。
新入りだな。チャニートルシアシスタント。管理人の助手だろ。面接に行くんだぞ。ゴーダットウェイトとエレベーター。エレベーターに行け。よろしい。私はアーティー、管理人だ。You work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, later. ヨハンは地獄行きだと。斧を使うときは食う。サーナの城を持って行け。ジマラウト。なんか途中途中言葉がね。オールデストハウスへようこそ。Somebody with no face at all. Think about it. No face. But that's it. 顔がない。I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. オノキラーって何なんだろうね。そこもそれでちょっとわからない単語が出てくるからね。いや、これ戻ってきたの。逆か。いや、一周した感じか。似たような作りだったから勘違いしたかな、それか。まあまあ進んでいこう。相手なし、さらに上に行けと。蹴っていく。一緒やね。よしよし。じゃあ上行こう。視覚でこうボタンを押すってなかなか慣れないね。彼らはそれが私の妄想だって言った。私はそれ以来そのポスターを剥がそうとしてきたの。だから手伝ってくれる？まあこの人もこの人で、ジェシー自体もなんか問題ありそうな感じだね。コントロール。さあ、このコントロールというのが何の意味になるのかっていうところだね。操作とか操るだけど。You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. この捜査局の道中が。捜査局っていうんだね。にしても、なんか今の青い感じも気になるな。カードキーがいると。さあこれは一般人に対応するということで、避けるべき言葉および表現、アラスカ州。なんか嫌な予感がするな、こういう言語は。コーヒーはあるが飲めない。さあエラーも起こしてるが、特にはって感じか。なんかそれっぽいアイテム落ちてるわけではないね、まだ。取り組み中。バーバロ、私取り組み中だ。今日のアポイントメントは全てキャンセルしてくれと。トレンチ。やべ、何もリアクション。なんか落ちたかな程度ぐらいの反応になってしまった。
ここはいけない。ってことは、そろそろなんか出てくるでしょう。いやー、どうなんかな。まあまあ、開けよう開けよう。さあ、何がいる？凶器。あ、マップあるんだね、ちゃんとね。マジか。いきなり凶器を。Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner, and you're it. Look at this place. Where am I? お？あの銃喋ってたよね。ボードの指示に従ってアサルプレーンチャレンジをクリアせよと。急にライフも出てきたね。そう。一応向こうに行けばいいだけか。まあ操作の練習といった感じかな。あ、勝手に掴んでくれるか。それやったらまだいいね。おい、嘘やろいや、近接攻撃ってそういうこと？ちょっと待ってね。これで、あー、あれはできないのか。逆にしたかったんだろうな。粉砕。いやー、気持ちいいね。さあ、で、ここで銃。ああ、リボルバー系だね。選ばれし者になる選択と。で、この銃が結構くせ者みたいなんでね、それもそれで楽しみなんだけど。13発ぐらいか。あ、オートリロード。はあ。マジ？ディス、いらないのある。さあ、さて。なかなか。リチャージは時間かかるって感じか。なるほど。ちょいと、そしたら、なんかディビジョンを思い出すな、久しぶりにやつと。なると、多分これぐらいかな。で、ここは50でいいや。結構ね、早い気がするのよね。あとは、ね、標準アシスト僕苦手なのよね。あるとすごいいいんだけど。あの、吸い込まれる感覚が苦手で。
さあ降りる。ヘッドショット。おお、ヘッドショットじゃない？ここ。衝撃波から。ああ、面白いな、これ。ドーンと。あ、いいねー、いいねー。おー、マジで。ちょっと待った。銃使ってくんの？物陰に隠れたときに右側から下で見れないのは結構きついな。それは見えるね。そっか、反転できないか。なるほど。こういうところってさ、なんかありそうな気がしない？ないのかな。やっぱさ、こういうところに隠しアイテムとかさ、収集系ないね。あるかなと思ったんだけどな。そっか、ゆくゆくなんかどんどんそういったものも出てくる感じかな。あなたが我々が銃を、ボードがあなたを任命する。おめでとう局長。何かがやってくる。この脅威、攻撃、局長としての義務、捜査局は完全に保つ。聞こえましたか？あの死んだ男性、ピラミッドが私に話しかけてきた直後に、そしてこの銃は生きている。あのさ、私は幸せ。ここにいられて幸せだわ。こう撃てるっていうのがまた嫌だな。この人がトレンチっていう人だったんだね。いきなり起き上がってきてさとかないよね。基本ね、収録じゃなかったら完全に一発打ち込んでるけど、まあマジでちょいと反転も上げとこう。今の反転がちょっともう少し見れるようにはしたいね。うん、違う。なんかいるね。あれは何？それは起こしてダメよ。溺れた。それを起こさせはダメ。嫌い。そこを起こさせてはダメよ。それを起こさせてはダメよと。You stopped it. You. Thank you. That was horror. 恐怖。恐怖ねって。まあそうなりますよね。ガラス破れるわな。滑り込み覚えたい。あ、あったあったあった。やっとしゃがんだ。うん、きつい。なんか青いの落とした気がしたけど、これは特になんでもないのかな。消えた。そういった意味ではとどめ
っていうわけではないか。しれっと打ったけどね。まあこれだよね。ダメか。まあ戻るしかないんだけど。ガイダンスがホットラインを使えと。ホットライン、死人がホットラインなんて言ってる。まあ確かにね、分かったわ。意外とこの調整むずいな。さあホットラインを使えってことだけど、まあ一旦ちょっと待っといて、写真、サービスウェポン、あこれか、さっきの銃は外見は可変であると。変形するような感じか。はいはいはい、あさっきの話か。これはちょっと後でいくか。これ絶対やばいやつだよね。よし、いるでしょう、こんだけ広ければ。意外とブレるね。やっぱ壁当たるよね。意外とか。ショットガンか、しかも。ショットガンつらいな。おお、まだいる。まだいる。マジか、今の当たんねえか。意外と。ヘルス要素落としますと。ヘルス要素って何なの？この青いのか、あれヘルスって言うんだね。おお、吸い取る吸い取る。うわー、どっちだー。めっちゃ吹っ飛ばすな。どれだったっけ、マップ、これか。あー、これで帰れるか。やっと帰り方分かった。セントラルエグゼキ、先にこっちだな、見るなら。あー、下ボタンで切り替えか。爆発はちょっと待っとこう。これはハウスメモリー。あー、なんかアイテムっぽいね。また情報か。
特にって感じだね。これさ、絶対さ、そうだよね。やっぱそうなるよね。普通になんか飛んでいったね。夕食の予約と妻が待っていると。さあ、この人は無事帰れたのだろうか。特にはないのかな。まあ超能力って感じだね。まあ、攻撃がね。あの、開かなかったところがすっごい気になるんだよね。マジか、壁壊せんのか。いや、そりゃさ、ちょっと壊したアイテム探したくなるよね。大爆発。なるほど、こういう風になるわけね。いろいろやってると、もう通れないところは通れないって感じか。そしたら、これは無理か。あ、やっぱ限界はあるんだね。そっか、アイテム探すしかないか。さあ、次へ進もう。浮いてる人たちは何なんだろうね。マップの切り替えと。Hissing sound that tried to invade me earlier.シャーって音。ヒス。Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That bell is contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. で、音楽が流れるっていうね。そういう流れもちょっとな。まあまあまあ、これは、訪問者対応と。あたりちょっと飛ばそう。特には、都市伝説。都市伝説は、変貌素材の創作に影響すると考えてられているがと。研究か何かってことか。ラジオぐらいだね。これはなんだ。厄介そうなのはやっぱ落ちてくるよね。ちょっと待った、今ちょっと待った、今グレネード投げてきたよね。グレネードか、飛び降りるしかねえもんな。画面が真っ赤でわかんねえ。
さて、なんか軽くボス戦みたいな感じになってるね。いやー見づれーなー。よしよしよし、コントロールポイントと敵、拡散、さあコントロールポイントを浄化せよ。さあ浄化、いやー赤はさ、赤は見えづらいよ、いくらなんでも。お、でも元通りになったかな。すごいと。やったのね。浄化されたコントロールポイントってことは何、ここがセーブポイントみたいな感じなんだ。はあ、服。そういえばね。購入特典を。これ髪型かっこいいね。オールバック。お、なんかすげえな。なんかすげえ格好になったな。ファストトラベル？あ、でもそういうわけではないですね。かっこいいね。さあ。通信、内部通信で声の主と話せと。こっちっぽいよね。どっちだろう。こっちっぽいな。入れない。これか。ちなみにマップに、つく感じではないんだね。正気な人と話ができることが。それは私も同じよと。My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. あなたが新しい局長ね。Director Faden.Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And...Extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide?The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director?
How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the Hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? さあ、早速局長に選ばれたという感じだね。で、ちょっと気になったのが表示言語、ちょっと大きめにしようか。表示言語はいいんだけど、言葉がね、英語のままなんてね。あら、日本語にしたような気がしたんだけど。Push the hiss out. さあ、そうだね、今回はここまでにしときましょうか。ちょうどキリがいいしね。で、次回はエージェントの浄化ということで、まあどんどん敵と戦うことになるのかな、この感じだとね。あ、でもちょうどエージェントもここで浄化できるのか。やってみるか。さあ、消えた。It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. まあ、引き離し方もいろいろあるってことだね。まあ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 。一応ね、こんな感じでやっていきたいなと思います。まあ結構ホラー要素強いかもね。謎解きも途中途中でできそうな気はするんだけど。ホラー要素強めな気はするので、ちょっとそこは楽しみながら、やっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。